日清は社長から見てもやっぱり逸材中の逸材ですか。日清は俺から見ても逸材中の逸材です。今日のサンガラスどこのブランドですか。これはにあの日清の西島があのどっかで作ったメガネで気に入ったんで、500個ぐらい買いまして、レンズを全部変えてみました。うん、なんかこれ前のスタイルすると老けて見えるって言われるんですけど、そんなことないですよね。